今日は久しぶりに質問、あ、質問ちゃう、見せてる、久しぶりやな久しぶりに恋愛相談を募集してちょっといろいろ答えていきたいと思います。じゃあもういきなりいく、いきなりいくで、もういきなりいくな、うん、長続きの秘訣はズバリ不満をためない、うん、でしょ。あ、そうやな、とやっぱ話し合う、そうやね、やなって思う。前かはな、お互いが納得できるまで話すよ、うん、あの話すときほんま腹立つけどな、うん、でなんか喧嘩はあんまり次の日とかに持ち越さん方がいいような気がする、うん、いつも俺らは寝る前にできるだけな、俺寝ちゃうときあるけどたまに、いやほぼないでしょ、まあ、あんまないか、同棲してからは。じゃあ同棲してからも何回か喧嘩でさ、俺寝てもって次の日パッて起きて、うん、俺もその喧嘩忘れて前かに何言うかって言ったら何さらんとけ言われたりとかあったよ、あった、あったよ、覚えてない、あったよ。だからもう4時、夜中の4時まで喋ったりとかもあるぐらい。それはだから、え、それ同棲してそれも同棲してからあるって。マジで覚えてない、いつの話。明日 SNS で出会った人と初めて会って遊びます、アドバイスお願いします。明日やったらさ間に合わへんやん全然ほんまや、ほんまや、間に合わへん、全然間に合わへんけどこれ俺のも言うたらそれやで、初めて LINE で会って会うみたいな感じやん、うん、初めて LINE で会って、あ、 LINE で紹介してもらって初めて会うみたいな雰囲気やから、うん、で注意事項はある、うん、あの変なボケとか考えたほうがいい。その考えてる人おる、うん、考えてんのが珍しい。いやいや考えてる人おるよ絶対、ほんまに。何しゃべろう何しゃべろう、うん、こういうボケはちょっと絶対言おうとかあるって。俺もあったやん、うんうん、出会った瞬間に、うん、エスカレーターこう、うん、出会った瞬間エスカレーター乗ってんな、うん、でエスカレーター乗ってる時に、うん、あーセンター試験ぐらい緊張してるわ言ってた言ってた、なんか普段通り普通になんか、そうやね、うん、その分かりにくいし、緊張してるって言ってさ、なんかいい感じなんとって面接だけちゃう。デートで、デートやしかも男の子になんかいきなり緊張してるって言われたら、えみたいな、逆やほんまやな、こっちの方がいきなり誘っといたくせに何言うとんねんみたいな。な、付き合った当初タル君はまやかちゃんに可愛いっていうの恥ずかしかったですか。恥ずかしかったよ、てか言ってなかったよ、言ってなかったな、あ、もう1年ぐらい言ってなかったんちゃうかってぐらいちゃう。そうな、うん、ほんまに言ってなかったかも、全然言ってない、言われたことないぐらいやったな。可愛いっていつから言ってくれるようになったんやろ。なんかまやかに言われてからよ、そう、なんか全然可愛いって言ってくれへんみたいなことを言われてから、あ、言った方がいいんやって気づいて、うん、なんか言うのほんま恥ずかしかったよ、その人と一緒やけど、うん、でそれ言われてどんどん言えるようになってた。まあ、この人別にあの恥ずかしいですとは言ってないけど、あ、はい、それ映画、映画ですよ。言うようになってからいっぱい言ってるよな、うん、そうやな、いやそれでもまだ足りへんらしいけどやっぱり、うん、でもいっぱい言う方がいいよね。そういっぱい言う方がいい、ほんまに、うん、ウィンウィンやね、いっぱい言う方が。しかも他の子とかのことは可愛いって言うねん。言ってない、言ってた。じゃあそれはあれやろ、それが余計にやる。じゃあ次あります、次あります。それマイカがこれ可愛いやろって言ってきて。あ、違う、やまちゃん、ほんまに違う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 。あとなんか自分の学校の先輩とか、いや言ってない、言ってたで、誰誰先輩可愛いみたいな。でも嫌な彼氏やん、いやなんか、いや昔は言ってたかもせん。あのちょっと彼女心とかは分か、うん、ま、今もまだ分かりきれてないかもしれないけど、うん、昔はもっと分からしてたから、ね、まあ、言ってた可能性はあります、うん、マジで言ってました。今何してるって聞かれるのは脈ありですかね、まあ、ちょびメイクありちゃう、ね、どうでも一緒に今何してるって、まあ、言うえけどな、ちゃうねん、言う人もおんねん、そう言う人おるん、言う人もおんねん。友達としてなんか全員やってる、ただの思わせぶり人間なんか分からんけど、何かにつけて何してるん男、あ、何してるん、何してるん病の人な、そうそうそう、なんかで答えても別になんか、あ、そうなんやで終わんのになんで聞いたみたいなただ普段言わんのに急に言われたとかやったら脈ありかなって思う。そうやな、うん、もう毎回何かにつけて何してるんで来る人はただの暇人、その人がほんまに 何してる病かを一回チェックした方がいいな友達とかに聞いて聞いたことあるみたいな、ああなるほどな、聞いてたらその人何してる病やん。今度気になる人とユニバのホラーナイトに行くのですが、自分から手をつなぎに行ってもいいのかな。いいんじゃん、その来られたらキュンってするわ。そうやな、うん、まあいいと思います。まあ前かもな、来たし、あ、行ってないし、大阪城で怖いわ、行って大阪城で行ってない、待って、それ自分覚えてるよ、自分で手繋いできたの。うん、違う、マイカはちゃうやろ、こけそうになった時やろ。あ、まあまあ、そうやけど、こけそうになって、ちゃうやって、全然段差もないのに、だって、全然段差もないのに急にあっ、こうきて、
で俺これであ好きやこいつ俺のこと思って告白してんその時ごめんな勘違いさせて。中1の授業でしか会えへん男の子に恋をしました、どうやって距離を縮めたらいいですか。近くの席に座るとか、どういう授業なんかわからんけど、大学とか攻めるの香水プンプンさせて香水プンプンさせてちょっと消しゴム後ろから落とすそんな学園もののドラマみたいなことすんのまだそれはもう時代遅れやろ、まだ通用すんのそれ。通用する、消しゴム落としはいつでも通用する。消しゴム落としってあれ思ったより飛ぶから、思わぬ男のとこ行ったらどうすんのよ。一番嫌いな男の子コロコロコロ行ったらどうすんの。その日そいつとチェルチェンチェチェンチェルチェンチェチェンって何年で嫌や話しかけるか、まあインスタ探すとか。あインスタ探してフォローするな、フォローしてえ何やろみたいな、うん、DM 送るはちょっとやりすぎかなって思ったら、ちょっとなんか間違った風にリアクション送るみたいな感じ、テーマストーリーに、うん、現代っ子はそれ多いらしいで、やっぱりなんかやったことないけど、間違った風にリアクションは。同棲中些細なことでイライラしたり喧嘩とかありませんか、どう対処すればいいのでしょうか。ようあるね、あるな、ようイライラお互いするし、相手に当たることもありますね、うん、もうまあそれは仕方ないとして、まあ謝るその後も。あそんな大変だ。大好きすぎる彼女がいるんですが、どうしたらいいですか。幸せをかみしめましょう。気になる人と次3回目のお出かけに行きます。でも向こうが私に興味あるのかどうか。女の子と3回目のお出かけに行きます、うん、その時にその興味がない人で3回目のお出かけ行くんかっていう3回。俺行かんよ。俺興味ある人じゃなくて2回目も行かん。1回で決めるタイプ。あ1回で決める、だからあなたもそうでしたやろ2回目で告白やん。なんかいい話みたいな言ってるけど行けなかっただけやん。え誘ったりとかするできなかったりとかさ、なんかもうすぐに LINE とか無視されたりとかで行けなかっただけやん。うるさいな。それをなんかそんな風に言ってさ、なんか自分はなんか興味のある人としか行かへんみたいなんじゃなくて、興味がある人でも行けなかったんやん。もうこれおい次行こう。3回は脈あると思う。いや3回はな、うん、私は20歳で24の彼氏が同棲したいと言ってきます。まだ付き合って3ヶ月です。どう思いますか。だけどその不安があるうちはまだせん方がいいんじゃ、うん、お互いがしたいと思ってからする方がいいかなって僕は思いますけどね、うん、なんかさ24歳とかでまあ社会人、うん、で一人暮らししてるとかやったらそこでちょいちょい泊まりに行くとかはいいと思うけど、同棲はお金のこととかもさ、うん、絡んでくるし、やっぱ2人でやらないとあかんことも多くなるし、うん、同棲してみてやっぱりやめますっていうのがまあまあ難しいやんか、うん、だからまあ難しいな。これこそあれちゃう？エアビーとか。ああ、エアビー作戦ね。ちょっとやるとかやったらいいと思うけど、うん、そうあるよね、俺たちのエアビー作戦、うん、短期間で2週間とかでやってみるとかは全然めっちゃいいと思うけど、うん、俺は2週間やって、うん、別れかけたもんな。そうやな、あれお前やってよかったよね逆に、うん、あれがほんまにガチ同棲やったらどうなってたことかとかも思うよね。ほんまにそれは思う。よく知らない人から告白されて迷ってる場合は断るべき。あなたでしょ。え、誰かはどう思う。いや俺はそんな、いや今までやったら断るべきやと思うけど、うん、俺たちはそれで成功したわけやん、うんうん、今ここまでおるわけやん。だから一概には無理、断るとは言えないですよね。なんかまやかはそのまやかの持論やで、うん、これはなんか正しいとかじゃないねんけど、逆にめっちゃ仲いい友達とか、うん、学校同じ人とかやったら迷ってるんやったらやめとくべきやと思うね、まやかは、うん、やっぱりその後気まずくなったりとか、周りの同じコミュニティやったら気まずくなるけど、よく知らんくてほんまにタル君とは大学も遠いし、もうそれ以外関わることがない、普段で関わること絶対ない人やったから、まあとりあえず付き合ってもすぐ別れれるし、ちゃうなって思ったら全然もうバシッて切れるから付き合った。実験みたいな感じか。その実験っていうか、まあ、俺ラストか。そうそうそう、あんたからしか俺ラストや。その時はほんまにわいか身の危険を感じたから、あそうやな、迷ってちょっと身の危険感じてるし、後々別に1週間後とかに LINE でもやっぱりごめん無理だったって言ったらもう終われるから、うん、だからもうとりあえず今穏便に済ませよっていうので舞子は付き合ったし、それはありやと思う。好
好きな人の好きな人を知りたいんだけど、どうやって聞いたら惹かれないかな。これ難しいな。友達伝いじゃやっぱり。あ、確かにな、友達に、うん、からの情報収集。そうやな、やっぱり男友達とかに、うん、何事もこう周りから攻めていくべきやん。え、でもなんかマイク的になんか聞いてもいいことない気がする。確かにな、それで自分じゃなかったら悲しいだけやもんな、うんうん、やし、なんか仲いい友達とかやったら、え、なんかどうしようみたいな、応援するべきなんか、でも友達は別の人好きやしな、しかもそれを知ってしまったら告白しにくくなるしな、うんうん、だからほんまにこれ絶対自分のこと好きやって思わん限りはその聞き出さん方が絶対いい。だから身のため的に、うん、3年前自分が恋愛していること自体が恥ずかしすぎて初めて付き合った彼を振ってしまいました。その後付き合った人はいるのですが、その彼が忘れられず復縁したいですが、でもひどい振り方をしてしまったので連絡もしていいか迷っています。折れた言っちゃうかも。うんうんうん、あのやっぱ好きやねんけどみたいな、うん、いや、うん、いや、そういきなりそんな言うけどな。急に連絡する、連絡しちゃうかもな。まあ、マイコも連絡 してそういうなんか話してみた時に3年前から一個も例えば連絡取ってなかったらさ、お互い変わってる部分とかもあるかもしれない。だからご飯とかもし行ったとしても、あ、なんかちゃうなみたいな、美化しちゃってんなとかも絶対あると思うから、ほんまに連絡していいと思う。好きな人から服を借りた時に俺の服着てる写真送ってほしいって言われたんですけど脈ありかな。頼んで変態かも。え、けどこれさ、ほんまに脈ありかもって思っちゃうかも、うん、いや、てかなんで そんなんいる、俺の服着てる時の写真送ってほしいって、うん、なんでなんでって怖いわ俺。どういう服かにもよるけど、なんか彼氏の服着てるのとかあるやんか、うん、女の子がちょっと大きいやつ、うん、あれが好きなんかもしれん、ほんまに。あ、だからね、それをそのダボッとを見るために貸した、うん、でもそれやったらさ、好きな子じゃないってやらんくない？そういう変態は好きな子じゃなくてもやんの？いや、俺変態じゃないから分かりません、別に。なんか俺変態前提みたいなやめてくれる？ぐいぐい行くと怖がられちゃうかなと思って動けていません。まやかちゃんならどうしますか？え、でもさ、ぐいぐい行かんと、まあ、どのレベルのぐいぐいか分からんけど、分からんよなって思わん？男子？うん。でもタル君にまやかはぐいぐい行ってないけど、勝手に勘違いしてたから、ちょっとのことでも逆に勘違いするんかも。人によるよ。人によるか。自分からご飯誘うとかは、あるよ、全然、全然、全然。それは全然いいと思う。刺されて嫌な気はません。でも例えばなんか LINE 返事来てないのにまた追加で送るとか、そういうグイグイやったらちょっとやめる、ね、そういうのはせえへんかな。こっちも好きやったらむっちゃ嬉しいけどな、むちゃくちゃ嬉しいですけど、絶対多分告白しようっていう確信に変わるんじゃう、うんうん、オイラインで、うん、オイラインで確信する。告白、絶対こいつ俺のこと好きや。せーの、今日も見てくれてありがとうございました。アリマ天地、カメラ撮って、カメラ撮って。